皆さんおはようございます。起きていらっしゃいますかね。おはようございます。あ、おはようございます。吉野とみちゃん、おはようございます。あこちゃん、おはようございます。まさこちゃん、おはようございます。はい、さくちゃん、おはようございます。そらちゃん、おはようございます。あけみちゃん、おはようございます。ゆむこさん、おはようございます。はい、みーちゃん、おはようございます。たかちゃん、おはようございます。ヤッフォー、あしんやさん、おはようございますはい、引き続き札幌の朝から配信しております。あまかちゃん、おはようございますおはようございます。ちぐささんって、おはようございます。なんかさ、札幌2日目なんですけど、昨日の札幌の講演会、つたやさんでね、させてもらったんですけど、札幌新道東店っていうところでオンライン配信をさせてもらったんですけど、この札幌のイベントのためにツタヤのマネージャーさんが来られてて、僕ね、枚方から来たんすよって言うんですよ。関西の人だったんですよね大阪の統括をしてる人で、イベントのために札幌来たんですかって言ったら、そうですよとか言って言ってて、私滋賀県じゃないですか、私滋賀ですって言ったら、っつって、なんだ大阪の方が近かったっすねみたいな話をしながら札幌でイベントをしたっていう、面白いですね。はい、気に入ってくださったので、ありがたくも、また枚方でイベントができるかもしれませんね。枚方の伝えも大きいので。いや、そうなんですよ、びっくりした。そう、西岡さん枚方の人だよ、あけちゃんぶっちゃ僕枚方なんですって言ってまして、家が枚方って言ってた。受けますまさかの枚方会場の方が近い。あ、気づいていただけました。ちょっと気づいていただけました。 T シャツかわいいですねって、みーちゃんから、あっこちゃんから、ありがとうございます。また枚方行きますね。イベント企画していただいたら、またちょっと枚方も行きたいかなと思います。ちょっと見てなんかね、これあきえちゃん、あきえちゃんって言ってデザインをやってくれてる子なんですけど、デザイナーです。これ私の好きなものを集めた偏愛マンダラです。昨日イベントの終わりに、その2階でオンライン配信やってたんですけど、1階がそのあけちゃんのマンダラ個展っていうのをやってまして、見て。これをみんなで見に行ったんですけど、イベント終わってからね。あけちゃんも今回のその札幌のスタッフなんですけど、そうなんですよ、偏愛マンダラですよ。あけちゃんが T シャツ可愛いですねって、いやいや本当、いや、あけちゃんが作ってくれたからあけちゃんが作ってくれたこれね、何がすごいって、このなんだろう、私も札幌の子たちの才能にすごいもう感動するわけですよ。でやっぱり年々行くたびみんな変わってきてるし、あの1年前にちぐささんにお会いして、私こうするって言ってたんですけど、今これができるようになったんですとか、サロンを開けることができましたとか、昨日いっぱい報告を聞かせていただきまして、めちゃくちゃ嬉しいなと思います。あきえちゃんと主催のまきちゃんにも、私は会うたび、別にアドバイスをしてるつもりは自分ではないんですけど、いつもミニコンサルをしているようで、二人にはもっと才能を生かしたら、ちゃんとお題を頂戴しなさいっていう話をしてたんですよ。もらうものをもらわないとダメっつって。あけちゃんすごく才能があるので、もっとそれはね、貢献した分はもらっていく覚悟を自分も決めないといけないよって話をしたんですけど、 T シャツ作ってくれてたんですよ、私のマンダラの。あけちゃんもうめっちゃウケる。最後にいただきまして、 ありがとうございますね。才能を生かしきるっていうことがすごい大事なんですよね。いただいたのはこの T シャツと、なんとステッカーまでいただきまして。いっぱいある。嬉しい。ちょっと。これを作ってくれてるのは、デザインあけちゃんなんですけど、チョコプリっていうね、お仕事をしている、なおみちゃんって子がいて、そこから印刷してくれてるんですよ。この偏愛マンダラの何が素晴らしいって、私の好きなものをあけちゃんが全部ヒアリングして絵にしてくれるんですよね。はい。で、よーく見たら、私の好きな、わかるかな、
琵琶湖とか自転車とか、よいしょ、ちった手帳もなんですけど、おじさんシールとかいっぱい書いてあるの、この一個の絵の中に。すごいなと思って、それをよく言わないと多分分かんないかったりするんですけど、ね、これを一個の絵にまとめてくれるというそのあきちゃんのマンダラね、今すごい好評で、あの予約受付しますっていう日にはすぐ受付埋まっちゃうそうですよ。すごくない？いや本当そうですよ。ちなみにあの私のマンダラだけでなく、もうすでに十何人書かれているんですけど、北海道マンダラっていうのも書いていて、これ北海道をイメージしたマンダラなんだって。なんかね、鹿とかいるちょっとこれあと何が書いてあるのか後々で教えてあげちゃう。いっぱい北海道物産展に置けるんじゃないみたいなね。めっちゃ可愛いんですけど、自分の好きなものがこう形になるってすごくいいじゃないですか。ちった手帳とかにこれを貼ってる子やってもらってね、あけちゃんにやってもらって貼ってる子とかもいる。あ、素敵、欲しいすごいっつって、うん、オーダーしたらやってもらえるよそう、なんだろう、札幌は行くたびこう才能がこう開花していく子がすごく多いなと思うんですけど、自分がやってることに対してなんだろうな、信じることがすごい私は大事だと思ってるんですけど、昨日はさ、ジョンジーがこんな手紙くれるしさ、受け取ってくださいっつってはい、クリアファイルいただきまして、昨日はなんとカバンを作ってるね、ももちゃんって子がいるんですよ。ちった手帳に合うカバンを作ってる子がいるんですけど、何も私言ってないのに私の好きな色で手帳カバン作ってくれましたイエーイ素晴らしい。これね、ちょうど入るの、ちった手帳が。こうでしょ、こうですよ、こうですよって言って、これもオーダーですよ。好きな色柄を選んで作ってくれるももちゃんって子がいるんですけど、札幌の子なんですよ。取っ手とみんなここにね、いろいろグッズ挟んでる、ナイスインですよ。オッチをここにすげえ自分の好きなあのマレードライナーゴーって刺してたけど手帳カバン、手帳タイムのお供ですね。なんかこんなことができる子が札幌にたくさんいるのすごくない？ちゃんと縫製もしっかりしてるんですよ。うん、携帯入れもついてる、いっぱい街も仕分けもついてて、ね、いろんな色あるよ、選べる。私ピンクピンク好きなのがバレてると思ってネイルもピンクだし今はい、あの今はちょっとマーベラスピンクのね手帳が私好きすぎましてお気に入りなので、ちょっとピンクネイルにしてるんですけど、いやーもう才能しかないよね、ほんとすごいよね、コロンとしてて可愛いっつって。そうなんですよ。でなんか思うんですけどね、ね、今コメントが、にのちゃんが札幌北海道の皆さん才能にあふれてますねって、素敵です。いやほんとそうですよ、ほんとそうですよ。ももちゃん天才ってコメント来た、あけちゃんほんとそう、ほんと、あ、ももちゃんからコメント来たありがとうももちゃん、大事に使います。黄色もあるよ、黄色が欲しいっつって。いやーほんとすごいですよ。なんだろうな、私は思ってるんですけど、あ、これももちゃんのショップ名ね、検索どうぞかけてください。見えてるあ、泣けますって。いやいやいや、何でもね、私はいつも言ってるんですけど、好きなことを仕事にするときって絶対に貢献が先なんですよ。この話はちょっと前の講演会でもしたんですけど、貢献が先、その
お金をいただくより自分がやりたいことをやるってことがすごく大事なんですよね。で、それに感動したり、それに救われた人とか喜んでくれる人があなたにお金を払わせてくださいってやっぱりやってくるわけですよ。いやー、それがすごいね、私はいつも思うんですけど、まず先に出す、先にアウトプットっていうのがね、むっちゃ大事なんです。何でもそうですよね。で、昨日面白いなって思った話題の中の一つに、お金のブロックがすごくある人が多かったんですよね。お金のブロック、なんだろう、ワクワクリストを書いてもお金のかかることばっかりで、自分になかなか使えませんとか、あとこういう意見もありました。そのね、この素晴らしい、私も本当才能だと思うんだけど、私の好きなものをこう一個の曼荼羅にまとめてくれたり、この北海道の北海道のこう名産を集めて曼荼羅にするあけちゃんは本当天才だと思う、天才だと思うんだけど、自分に対してお金をこんだけいただくっていうのはいいんだろうかっていう、お金をもらえないっていう多いんですよ。なぜなら好きなことだからなんです。好きなことに対して、そのなんだろう、こんな値段もらっていいのかなって思う方ってすごく多いんですよね。何でもそうなんです。あ、中根まりちゃんおはようございますそうですよね。でも自分にとって、あ、そこ、この話昔したな。例えば自分の作った商品を自分が、なんだろう、みんながこの値段だったら買えるかなでつけるというよりは、私がその値段でも買いたいかっていつも自分に問うております。ももちゃんとあけちゃんが私も泣くとか言っていいじゃないですかいいじゃないですかそう、あけちゃんに曼荼羅を書いてもらうのは運万円するんですよ。安くはないですよ今で。それもでも、あけちゃんも本当に本当にいい子だから、値段なかなか取れないって言ってデザインの仕事を頼んでも本当に数千円とかで仕事しちゃうから、もうそれダメだよっつって、デザイナーとして長いんですよ。で、彼女も別にそれ一本だけで仕事をしてるわけではないから、いいんですいいんですみたいな感じで、なかなかお金をもらわなかったから、もらいなさいって私が言ったんですよもらいなさいってもらわないと、なんだろう、エネルギーが枯渇していく時が絶対やってくるんですよね。いくら好きなこととはいえ、なんだろう、やったら疲弊するみたいな、やればやるほど疲弊するみたいな時が やってくるし、続けられなくなる時が絶対来るんですよ。私はお金っていうのはエネルギーだと思っているので、それに対して必ず返ってくる、出したものは絶対返ってくるから、だからエネルギーの物々交換なんですよ。私はちった手帳のお値段つけるときに3500プラス税で3850円でしょ。全部高いって思うと思うの。だって1000円ぐらいで手帳買えるんだからさ、だいぶ高いじゃないですか、3850円みたいな。で、なんかこうちった手帳を買うときにこうカートをこう入れては、あ、でも高い、入れては戻すみたいなことを やってましたみたいな人もいて、昨日お店でロフトとかハンズでちった手帳取ってカゴに戻すみたいな、カゴに戻すみたいなことを何度もしましたっていう子もいてもうそういうの見ながら可愛いなと思って私は見てるんですけど、自分がちった私は決して高くないと思ってるの。よもや安いかもしれないと思ってる、本当に本気で思ってます。だってあの一冊で人生が変わるんだから、これ以上ない投資ですよ、これ以上ない投資です。で、自分が作り出すサービス商品に対してその値段で自分が買いたいかっていつも聞いてるわけで、私自身ちった手帳にどれだけ価値があるかっていうことを分かっているので、
そのまだ無名で売れてなくて、これから世に売り出すぞっていう時に3000円台の手帳を出すなんて本当クレイジーなんですけど、それぐらいの値段にしないとロット数が見合わなかったんです。ロットと生産コストが合わなかったんですよ。それでも最初全然黒字じゃないよ。印刷物はもう1000ロット以上作らないと本当に売り物にならないので、本当に先出しです。利益よりもやっぱその時はね、作りたいと思うものを形にしたかったから、売れても売れなくてもいいという格好で最初作ったんですよね。そこから今に至ってるんですけど、そう、自分自身がそのサービスをお金を払ってでも受けたいかと思う価格にいつもしてます。そんな値段を出せないっていうのは自分に自信がないからですよね。そう、だからもっと自分の作った作品とか商品とかサービスを胸を張ってバーンってやってください。やっていらっしゃる方はそうじゃないとダメだと思う。プロなんだったらね、自分がプロっていう意識があるんだったら絶対そうですよ。あ、みんなメモしてね。で、アケちゃんもお金のブロックが相当あるから、自分が書くデザインに対してもらえないってずっと言ってたんですよ。お金をもらうなんてとんでもないだったんだけど、私が彼女に話した話は、一回そのビジネスにする上でダークサイドに落ちないとダメだっていう話をしたんです。順番が大事なんですけど、まず貢献が先ですよ。最初に何か見ました。貢献が先です。貢献が先なんだけど、そこからなかなか変えられない人は、一回ちゃんとガチッとスイッチを変えて、高くないって思われる値段でも勝負をする。自分が高いと思ってなければいいの。そこが大事なんですけど、いや、これぐらいの労力は私は使っているって思うんだったらやった方がいい。エネルギーの交換だって言ったじゃないですか。デザインって焼き石の場合特にヒアリングをしてからの書くので、やっぱり数時間かかるわけですよ。たった1時間で書くわけではないですよね。それに対して聞いたものに対してデザインを組んで書いていくっていう作業を考えたら、1日2日かかって当然だと思うんですよ。なんだったらきっともっとかかってると思うの。だったらそれちょっと時給にしたら相当安くな相当安い値段で書こうとしてたから絶対ダメだって私が言ったんです。だからダークサイドに一回落ちなはれっつって、貢献を積み重ねてきた人はですよ、これ大事ですよ。貢献を積み重ねてきた人には経験がありますよね。実績はありますよね。何百人見たとか何人とセッションしたっていう実績があるから、それをちゃんと自信に変えればいい。なかなかアキエちゃんがダークサイドに落ちてくれないから、ダースベイダーをパソコンの待ち受け画面にして、アキエちゃんが常にこうパソコンを開くたび、あ、そうだった、あ、そうだったつって戻ってくれるようにしていただきました。半年くらい前なの彼。すごいよね、本当面白い。あ、ジョンジーが、それ私ですと、ちったて帳を買うのにハードルが高いと感じてました。まさにそうですよね。みんなそうだと思う、最初に。周りにお金を払いたいってちったユーザーにたくさん出会ったのも変わったきっかけです。そうそうです、そうです、そうです。めっちゃそうです。初めてはなかなかポチが押せませんでした。ね、みんなそうです。あ、寺梅千恵ちゃん、本当？もうちった大好きなくせに。いや、でもなんかその最初のブロックを飛び越えるから自分にお金を使っていいんだっていう許可も出るわけですよ。これ出す方の話ね。で、物を買うときにそれは浪費とか、いや、そんな無駄遣いとか、ただなくなっていく消費、消えていくものじゃなくて投資なんです。投資なんです。ちった手帳をただの消費、浪費って思うのか、投資と思うのかですよね。これ大事です、大事です。チッタは投資です。だって1日のものを買うわけじゃないじゃん。食べてすぐ消えちゃうものじゃないじゃないですか。3850円、3850円で365日お付き合いするんですよ。そりゃどんだけですかっていう話です。
で多分私に会ったことがあったりとか私の話を聞いたことがあるっていう人はチッターがただの手帳じゃなくて心を整える手帳だということは分かっているわけですよ。だから、自分と向き合うツールだと思ったら365日も番を見張り番をしてくれるこんないいものはないなと思うわけですよ。アナログのやつですよね。ねえ、いや嬉しい。あさゆちゃんも初めてチッタ手帳を買った時震えながらやっぱり放置してそれから使い続けてますね。えそうだよね、寺嫁ちえちゃん、今は気軽に友達にプレゼントできるようになりました。わかる、そうです。めぐちゃんもチッタ手帳を買うのに勇気がありました。あの時手にしてよかったです。なんかそれを超えていくのもチッタなのかもね。なんかこう普段はね、もらった手帳だったりとかミスドのおまけの、ね、手帳を使ってた人が3850円も手帳に出すっていうのがね一個のハードルですよね。へえ、あ次このコメントも開いましょうか。さきこちゃん、健康は人間にとって平等って気がついてから健康系の仕事をするのにお金が取れない葛藤を持ってます。はい、ナイスナイスコメントですね。来ました。ヨガを教えてる人みんなに言いたい、あのめちゃくちゃ価値のある仕事をしています。でさらに言いたいのは健康っていうのは資産なんですよ。資産です。全ての人にとって資産なんです。財産なんです。でそれこに関してケアをしたり時間をかけたりお金をかけない人は不健康になって当然です。だって今までケアしてこなかったんだから。で自分に何だろうエステや何だろう、メイク用品にはお金をかけれてもその健康になるっていうことに対してお金を払うのももったいないと思う方がすごく多いんですよね。何をおっしゃいますやらですよ本当に。何をおっしゃいますやらですよ本当に。優れたやっぱり起業家だったり経営者っていうのはちゃんと自分の体に気を使ってます。もう当然です。トレーニングみんなしてる。してないあの経営者はダメだと思う。決めた時間に起きて決めた時間にトレーニングして計画を立ててこう組み立てていくっていうことができない人がビジネスがうまくいくわけがない。あ、刺さった人ごめん自分の健康のコントロールもできないで他人の健康なんて絶対にコントロールできないんですよ。だからまず自分のことを心も体も元気にしてあげるために体に投資は絶対にするべきです。今までかけてこなかったんだからかけるべき。大事ですよ。体が動かなくなった時にもっとケアしとけばよかったって思う人が大半です。未然に防ぐそのケアの時点でお金をどれだけ時間をどれだけかけれるかっていうのがすごい大事。あのなんだろう、目には見えないから難しいけどめっちゃ大事なんですよ。ちょっと今からまたコメント拾っていきますよ。はい、お金はエネルギーすごい分かりますってこういうともえちゃんね。いやいや本当ですよ本当ですよ。あちょっともう面白いなみんなのコメントがチッタ手帳を買うときロフトでうろうろした確かにとか言ってああね、それでもやっぱり迷ったけど買いたくなるぐらい魅力を感じましたと。しまちゃんありがとう。そうです。そうそう、これもいいコメントですね。その値段だったから絶対使い続けると思いました。かおりちゃん、そうです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 。あ、ももちゃん、以前ちぐささんが言っていた自分が心地いい値段を思い出します。そう、それをもらって自分がよし OK って思える値段ですね。めっちゃいいですよ。だから自分の健康を気遣ってくれるトレーナーとかスポーツジムとかヨガのインストラクターに対してお金を払うのは本当に当然だと思う。すごいありがたいことじゃないですか。ただでサービスを受けてしまったら罰が悪いと思うの。なんだろう、もらったものに対してちゃんと返すようにそうしなきゃってやっぱ人は思うようになっているんですよ。絶対それが大事なことだと思う。エネルギーの交換です。
そうですよ。あ、そうですよ。いいコメント来ましたね、ちったコーヒーちゃん。日本人は気に入ったものを安く買いたがる人が多いと本で見ましたが、最近は自分で気に入ったものなら今もやっぱそれを生産し続けてほしいので定価で買うのが良いのかもと思いになりました。うん、そうです。定価万歳です。私結構もうセールとかバーゲンには行かないので、ちゃんとしたものを正規の値段で買うっていうのはいいことだと思う。あ、素晴らしいよ。面白い。あげちゃんもダークサイドにちゃんと落ちたらブロック外れましたっつって。ねえ、みんなそうですよ。みんなそうです。まず貢献、その後に一度ダークサイド行ってみると。嬉しい。 めっちゃ面白いな。そうですね。パピコプランナーちゃん、会社員でパソコンソフトのインストラクターしてますが、1時間2万円設定で個人の会社のお客様に高いとびっくりされます。ターゲットが企業だったら別にパソコン直してもらうのに2時間激安だと思う。やっぱりだからこう自分の価値を分かってくれる人に伝えないといけないって思ってます。もう投資だからね。 はい、投資と浪費めっちゃいい標準基準ですね。あ、判断基準か、判断基準、そうです、そうです。その通りです。 手帳以上の恩恵、手帳値段以上の恩恵を受けてます。いやいや本当ですよ。365日で終わったら1日10円、その通り。へえ、あ、多いな。ちった手帳見ながら欲しいな、高いなっていう人がこんなに しばらく眺めているだけだったっていうね。そうですね、そうですね。ちった手帳が本当に投資だと思えている方は、多分今の自分があるのは、なんだろう、あの時の決断のおかげだと思っているはずですね。みんなそうだと思う。今っていうのは過去の決断の積み重ねなんですよね。で、未来っていうのは今の決断の積み重ねなんですよ。だから本当にこう自分にとって必要なもの、これが消費だな、これが投資だなっていうのもすぐ判断してあげる。で、自分に対して投資することは恐れてはいけません。自分を満たすっていうことを今までやってこなかった人は、例えば昨日も喋ってたのが、普段はもう絶対その値段では買わないっていうものをあえて買ってみみたいな話をしたわけですよ。自分はそれ以上出せないと思ってるものをあえて高級品を買ってみるみたいな。なんかそれは欲しいと思ってたらなんですけど、もちろん、自分に許可を与えるっていういい練習なんです。日用品からちょっと変えてみるとかね。ちょっとだよ。 ちょっとだよ。そういうのがすごい、ちょっとずつちょっとずつのハードルが変わっていくと、自分に許可を出すっていうのがすごく簡単になってくるはずです。はい、本当にぜひやってみてください。あ、ちょっとコメント全部開いなくてごめんね。健康こそ財産ですよねって。ああ、よかった。 私が言ったセリフに刺さった人と震えてる人がいっぱいいて。 はい、ありがとうございます。そうなんや、よかったです。千草さんのお話元気でよかったです、よかったです。あ、ちえちゃんね、お寺で働いてるからね。いやいや、決めたらいいよ。だって高いじゃないか。お寺のお布施とか、お守りとかそこそこするじゃん。ちゃんと値段提示しなさい、提示しなさい。 エネルギー消耗するでしょ、お寺のね。お金問題ありますけど、全然いいよ。はい、よかったです。はい、あ、ちょっといっぱい喋ったけど、あとちょっとクラブハウスに行かないといけないから、もう閉めなきゃ。 閉めなきゃ。 みんなのコメント読み切れてなくてごめんね。 そうです。はい、いいですね。では皆様、自分にぜひ投資をする毎日を楽しんでください。
自分を満たすことはね、本当にいいと思う。今までやってこなかった人、絶対やってね。絶対やってね。いいチャンスです。ちょっともういっぱい紹介したいものがありすぎて写真撮るの大変だけど。はい。では皆さんまたねー。